今回の動画はハードワックスの充填方法について解説していきます。今回は深めの傷をつけてハードワックスを充填したいと思います。最初は分かりやすいように白い色のハードワックスを使います。まずはトロトロに溶かして傷の中に充填します。少し溢れるぐらいの量を目安にしてください。溢れたパテをヘラの先で押さえつけるように撫でていきます。傷の上からヘラをぐっと引くときに力を入れるような感じです。触って面を確認します。傷が深い場合、充填したハードワックスに空気が入っている場合があるので、ぐっと指で押して空気を抜きます。押し込むと少し面が崩れるので、最後にハードワックスを入れ直します。この時はヘラをあまり温めすぎないように、片目を力でねじ込むように入れていきます。よくあるミスは、面が出たなぁと思った後にいじってしまって面が崩れるパターンです。周りを拭いて充填完了です。今回はフローリングに合ったハードワックスの色を選んで充填していきます。引くときに力を入れて充填していってるのがわかると思います。深い傷はグッと押すのも忘れずにやりましょう。次に面が出てるかどうかの確認方法ですが、面が出てるかは艶で見て確認します。このように充填したパテのところが均一の艶になっていると面が出ています。周りをきれいに拭いてもう一度艶で確認していきます。きれいに面が出ています。研磨してツヤスプレーで仕上げてみたいと思います。ハードワックスを入れた部分を見つけてください。見つけたらハードワックス埋めたところにツヤの違和感があるか確かめてみてください。フローリングを補修するときに重要なのは面とツヤなので、そこを重視すると綺麗に仕上がります。今回はこの2色を使うんですが、混ぜるのではなく木目を描くように入れていきます。1色目のハードワックスを充填するところは同じなので、早送りでいきます。この方法を使うときは1色目のハードワックスで必ず面をきっちり出しておいてください。ヘラの角で入れたい木目のように傷を入れていきます。傷を入れるとハードにバリが出るので、それをヘラでこそぎ取ります。
ちょっと溶かし気味ぐらいで白い木目用のハードワックスを充填します。この時に撫ですぎないように気をつけてください。周りを拭いて完成です。こんな感じの木目に仕上がります。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたらチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いします。